そうだね。はい、はい、それで今日はですね、サブバッテリーシステム製作3日目ということで、はい、作業進めていこうと思うんですけど、はい、実はですね、ゆうべちょっと夜鍋をしてこれを作りました。はい、でこれも一番最初にですね、配線図でご紹介した図面があるんですけど、それを元にただ箱の中に組み込んだだけですね。サブバッテリーを作る場合は皆さんですね、それぞれそのバッテリーを置くスペースが違うと思いますので、これはですね、うちにあった、の形で作ってみました。ジャストフィットで、ジャストフィットで、ただ実際に使ってみると多分不満が出てくると思うので、とりあえずプロトタイプということでですね、これで一旦進めて、あとはこの箱の前の方ですね、レノジーでステッカーを貼ったんですけど、鉄板を切ってちょっと遊び心満載でですね、かっこよくしてみました。はい、それではですね、せっかくなんでこの箱の方をご紹介したいと思います。さらっと通ります。さらっと行こう。はい、外観はですね、こんな感じですね。結構自分的にもかっこよくできたんじゃないかなと思います。うん、かっこよく作る必要は全くないんですけど、本当にもう遊び心ですね。自己満の世界なので自己満です。はい、でこっちの横の方も右の方もこんな感じで窓を作ってですね、バッテリーが中にあるよってアピールしつつ、ね、ちょっと見せるっていう、で上の方にはコントローラーですね。コントローラーと、あとはですね、出力側のヒューズで、これはネガティブは本体の方に繋がってます。でこっちのサイドの方にはインバーターが来まして、インバーターの方も中の方にこう入ってます。でメインの線はまだ繋げてなくて、車の中に取り付けてボディアースを繋げてからマイナスの方を繋げていこうと思います。はい、はい、中の方はこんな感じです。これはですね、インバーターへ行く方のヒューズになります。でここのプラスとヒューズをつなげて、でインバータの方に行くっていう格好で、でこれはLANケーブルですね。であとは並列でつながってます。ここもですね、長板で一応くっつけて、メンテナンスしやすいように作ってみたつもりなんですけど、実際車の中に収めた時にですね、使いやすいかどうかはちょっと使ってみないとわからないっていう感じですね。ここには L1 グローつけまして、ズレ防止ですね。で L アングルのこの角を丸めてないために、頭にたまに刺さるっていう、でこう締まります。はい、はい、このコントローラーの後ろが開いてるんですけど、ここはですね、将来的に 12V の端子台をつけるためにスペースを空けてます。ここから 12V の電源を取れると結構ね、車は使いやすいんですよね。それでは車の中に持っていきます。これがね、また重たいんですよ。はい、頑張って。全部で何キロぐらいあるの？28キロぐらいはあるんじゃないの？はあるかも。バッテリー1個が11点何キロだったよね。こんな感じ。はい、ベッドの下ですね。うん、ベッドの下こんな感じに収まって、こういうふうにほら開けてメンテナンスすることができます。はい、ではベッドの上の部分を開けて下を開けるってことね。ただいまの気温は35度、時間は12時30分になろうとしておりますっていうかなってます。ボディアース線をまずつなぎます。一旦ここがドアのカーティシランプっていうところなんですけど、今 12.3?0V になってます。でこういうボディだとほら通電してないよね。これはつながってません。でどこかここの横の塗装面もつながってません。どこかここら辺もつながってませんね。どこでもかんでもすればいいっていうわけではないんですけど、このシートベルトのボルトにつけますと、今と 12.59V ボルト、違う、59V だよね、通電してるよね。だこれは取れないので、後ろにですね、ちょうどいいところに
12.58V、うん、これあのハイエースの後ろの積み荷を固定するようなあのフックがついてるとこあるんですけど、うん、D 管フックっていうのかな、うん、そこのボルトが通電してますので、これを使ってボディアスを取ります。はい、はい、それではですね、ボディアス線にこの、 あの裸端子をつけていきます。22スケアの8ミリですね。ここ8ミリ径のものになります。あ、パイ8書いてある ね、この中の線がはみ出ないように、こんぐらいかな。一応これもあの耐熱用ケーブルです。こんな感じで、ね、握力測定バリの握力が必要になります。そんな強くしなきゃダメなの？うん、やばいよ。え、そうなんだ。マジでやばいよ。ここにこうするじゃん、ビンってするでしょ。こっからここに22って書いてあります、うん、このぐらい、うん、さ、どうやって腰めんの？グッてやってやればいい、うん、いいよ、そうそうそう、ほら、だってこっからができないんだもん。ああ、そもそもそう、え、難しい、不器用には難しい。いいよ、いい、うん、こんなんでいいの？大丈夫？ちょっと下じゃなかった？え、一回もやってみて。え、どうしたらいい？いいの？うん、もう後戻りできないし。いや、最初で言ってもらわなきゃね。まだ。まだ全然だよ。戻るまで、カチッて開くまで。汗だくです。はい。おお、できたんだよ。まず安全のために。うん、ボディアースからつなぎます。ボディアース線、やばい、思ってたより全然さ、スマートにできないよね、うん、もうちょっとかっこよくしたいなと思ってたけど、はい、お次はですね、こちらのアウトプラスと、今これですね、ここ、うん、行ってるヒューズから行ってるこの線をバッテリーのプラスにつなぎます、はい、後ろから、後ろからね、そうそうそう、穴から入れるのね、そうそうそう、なんかいっぱいいっぱいつなぎます。いっぱいつなぐね、うん、うん、うん、どうせつながないといけないんで、で、これはここにつながないといけない。へえ、よいしょ。これで、出力側とマイナスがつながりました、うん、はい、これがコントローラーからの線、うん、これとこれですね、これとこれがコントローラーからの線、これコントローラーのプラス線、うん、コントローラーのマイナス線で、これがあのインバーターのマイナス線で、インバーターのプラス線は今これですね、これとこれがインバーター用で、これとこれがコントローラーからの、うん、一応ね、配線図で見るとシンプルなんだけど、うん、ちょっとこうここで見るとごちゃごちゃなっちゃうのよね、うんうんうん、どの線か分かんなくなるっていうかさ、うん、はい、お次はですね、あのソーラー側をつなげていこうと思います。いよいよだね、うん、いよいよ、
プラスはスイッチを間につけないといけないので、うん、まあ一旦マイナスからつなぎますね、はい、まあ基本的には全部マイナスから接続していきます、うん、マイナスプラスマイナスプラスマイナスプラスみたいな、まあ、だけど一番最初は一番最初につなぐのはボディアース、うん、ボディアースをつなげてあげてから他のところのマイナスプラスマイナスプラスで、で順番があるんだ、ちゃんと、うん、順番があります。でボディアースは接続する線の中の一番太い線で接続した方がいいみたいですね、うん、それは安全面で、ま、安全面でもなんだけどマイナス線が太くないといけないっていう理由はですね、うん、一番太い電流が流れるのは、うん、エンジンからこのコントローラーに50アンペアっていうのが最大電流で流れるんですよ、うん、でその線は22スケアの線を使います、うん、だから今回僕が作ったこの中の一番太い線はこの22スケアなんで、うん、これでボディアースをつなぎます、うん、まあ、何かの拍子に50アンペアの電流がそのまま流れる可能性があるから、うん、太くないといけないのよ。これが仮に何でも適当でいいやって細いので作っちゃうと、うん、50アンペアのが何かの拍子にバッと流れた時に、うん、ここでもう火災の原因になっちゃうんで、うん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 、耐えきれなくて、はい、だから最大電流に、ね、そうそうそう合わせてこっちを選定してあげます、はい、マイナス線がそれ、うん、これがソーラーのマイナス線になります。こっちに、ここはソーラーのプラス、こっちがソーラーのプラスね、うん、こっちがソーラーマイナスね、うん、で、これをつなぎます、はい、で、あとコントローラーにつなげないといけないのはソーラーのプラスだけ、うん、あとこのオルタネーターもここにつながないといけないですね、バッテリーから直のやつ。スイカです。うん、うん、うん、美味しい。なんか最近ずっとスイカ食べてる気がする。うん、でももう多分終わりかも。うん、感じになります、はい、これでも一旦止めるね、うん、かっこいいでしょ。かっこいい。後ろはこんな感じ、うんうん、いい ね、はい、現在2時になりました。32度ですね。風がかなりあるから今日は涼しいです。オン、オフの、ソーラーのプラスの線をスイッチにつなげます。これをもうここら辺で切ってこれにつなげて、でもう片方をこっちのソーラーに PV プラスにつなげます、はい。今何でかしめたの？今、線はね 3.5 なんですけど、この線自体は、うん、5.5 のとこでかしめました。 3.5 ってなんか実規格のあれでないみたいだね。 5.5 のかしめるところは 3.5 となんか共通みたいなので、うん、そうなんだ、うん、電気屋さんに教えてもらいました。これをこっち、
ね、うん、でこれをプラスに、プラスに、よいしょ、とりあえずこれで OK で、うん、ちょっと通電テストをしてみましょうか。はい、その前にバッテリーのスイッチをオンにして、うん、でソーラーが入ってるかどうか、はい、ちょっと確認しましょう。はい、よいしょ、ここに挿しますね。こっちに挿すよ、うん、でこれをここに挿しますね。ゼロ。バッテリー並列台数。つながりました。うん。一応これ並列でつないだんですけど、並列でつないだ場合ここが2になります。で、ちょっと苦戦したんですけど、こっちの方を見てもらいましょうか。これが今見たモニター用の LAN ケーブルになります、うん、でこれが並列用の50センチの LAN ケーブルになるんですけど、うん、こっちのモニターをつないでいる方はアップポートで、こっちはリンクポートになります、うん、で向こうの2台目の方はアップポートの方にLANケーブルをつなぎます、うん、じゃないと並列認識されなくて、うん、ここが点滅します、うんうん、だからそれでちょっと苦戦しました。今つながって1、2、うん、こんな感じですね。ね、うん、138.5Ah あります、残り、はい、だからトータルで200Ah あるんで、うん、1台 100Ah だから、うん、だからまだ半分以上、まあ、まだ電池が残ってるよという感じですね、うんうん、はい、お次は BT2 の Bluetooth をつなぎます。これもですね、こちらに刺すところがあるんですけど、うん、まあ一箇所しかないから分かるとは思うんですけどね、ここにね、うん、ここに刺します。こんな感じで、でランプがつきます、はい、でこれもビスで固定します。来た、よ、まただよ、あ、今だ、なんか今おかしかったね、あ、今じゃない、今来たよ、ほら、来た、うん、ここが点灯した、ほら、おお、ここが点灯した、で、来てるはずなんですよ。あ、来てる、ほらソーラーから充電してるよ、今チャージ中、こう、はいはい、いいね、本当だ、うん、サブバッテリーへの合計充電量 93W、 今、まあ、バッチリ影なんで、うん、まあ、ちょっと半分は経ってるのかな、うん、いいですね、はい、14時37分になりました。ここでちょっとまた中休みをしたいと思います。はい、それではですね、このワイヤーを使って、うん、ここの中からですね、あ、今これステップを外した状態なんですけど、ステップの横にこのカーティスランプの引き込みの、なんだろう、これ防水用のキャップとかあるんですけど、うん、一旦それを取り外して線をエンジンルームの方にこういう風に入れました。このワイヤーがあると非常に楽です。うん、ここ見えます。結構下の方にあるんですよ。ここにもバッテリーがあるんですけどね、そんな難しくはなかったです。なんか昔乗ってた人の芳香剤かなんか知らない独特の匂いがするね。そう、うん、プラスが来てんじゃん、うん、こういう風にここに止めます、こいつにね、うんうんうん、こう、
だこの辺もちょっと巻いとこうかな、ところどころね、うん、ほら、うん、こいつに穴を開けて、うん、ここを通します。ちょっと開けにくいね、穴、うん、すごいね、うん、よいしょ、で、これをシリコンスプレー塗った方がいいかな。電気屋さんシリコンスプレー塗るもんね。ああ、そうなんだ、うん、滑りやすい、滑るように、うん、この黒いところが車で引っ張らないといけないんだけど、上から押しちゃってくれる。ここをこの中にこのキャップを、キャップじゃゴムのこいつをはめます、うん、グロメットっていうのかな、ちょっと見えにくいけど、うん、だいぶ見えにくいね。結構上じゃないとなんかいけないようなこと言ったね、そういえば。なんでなんかあのカバーが入らなくなる、ここのステップの。ああ、そうなんだ。うん、なんかで見た。それではマイナス端子を外して走行充電器のプラスをつけたいと思います。はい、アースをね、アースを取ります。で、今、うん、もう車に電気が通ってない状態、うんうん、慎重にね。電気はついてないよ。まだ左側もうちょっとしたらつく。あ、ついた。おお、ついたついた。どうなってる？表示は。メインバッテリーからの出力電流。あ、ゼロ。そっちはゼロ。メインバッテリー電圧 12.7、 ソーラー充電電力 420.72W だから、エンジンからも来てるね。来てる、うん、あ、ほら来てる。ほら、メインバッテリーからの出力電流 24.72A、 うん、いいね、うん、OK、 うん、じゃ全部もう繋がったってこと。うん、全部 OK。 よっしゃー。あ、ほらほら、ここ、ここ、うん、ボルタネーターから電池、うん、あ、ボルタネーターからメインバッテリー、メインバッテリーからあの走行充電器からリチウムイオンって感じだね、うん、こうこうこう、うん、でソーラーから走行充電器で、うん、メインバッテリーじゃないか、サブバッテリー、うん、なんか全部ここに溜まるようになって、うん、これで OK。 OK、うん、できました。はい、お疲れ様でした。長かった。
はい、ということでですね、うん、また次の動画で実際にこのサブバッテリーシステムを使って車中泊のデモンストレーションというかちょっとやってみて、まあ、実際どうかっていうところをですね、使い勝手なんか確認していこうと思います。で実際に車で走っている時とか、どういうふうに充電されるのかとかも結構気になりますので、まあ、ソーラーパネルと走行充電器と、走行充電器じゃない、走行充電ですねの、そうだよね、2ウェイで充電なので、どういう感じで充電されるのか、でソーラーがまあ、曇りとか雨の日は、まあ、微弱電流になって 25A 縛りになるっていう話を一番最初の動画でしたんですけど、そこら辺を踏まえてスイッチをつけてるので、まあ、スイッチを切った状態でですね 50A フルで走行充電から、まあ、入力した時に、まあ、どういう動きをするのかっていうのを確認しながらですね、まあ、だけど本当にね、天候に合わせてソーラーと走行充電器と使い分けたら、まあ、本当にねすごくいいサブバッテリーシステムっていうか、ね、オフグリッドに頼らない充電システムじゃないかなと思います。まあ、私は体感してみないとちょっと分かんない、そのどれだけさうまく使えるのかっていうのがさ、楽しみですね。ね、はい、楽しみ、まあ、車中泊のみならず災害なんかの時もかなり多分活躍してくれると思うので、ね、楽しみだね。はい、はい、ということでですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネルとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care at all by winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses.